今年はですね、いや このルートいいね。マジですか。大麻に出るまでの段々畑っつって、なんかめっちゃ綺麗。何本なんか。めっちゃ綺麗。カブに合ってる。マジっすか？どうも、僕です。今日も京都で原付バトルということで、今日は海の日ということでですね、3人で原付バトルやってるわけですが、いやーもうね、全然進まなくて、この調子だと多分海に行けないかなみたいなね、本当そんな状態です。どうしようかみたいな。早い早い早い。お待たせしました。下りはいけるよ。上りは苦手だね。なんかね、当たり前だけど、下りはいけるよ。でも右カーブはちょっとね、あれだね。右カーブの途中にリアブレーキ踏むと、ブレーキのアームがブレーキのアームが擦っちゃって、いや踏めないんで、ちょっと思い切っていけないかなっていう感じですね、右カーブはね。いやーちょっとマイナスイオン全開って感じ。なんか街は暑かったですが、ここは超ひんやり、超冷ややか、涼やか、冷ややかじゃない、涼やか。いやー気持ちがいいです。新緑の中、原付で吹っ飛ばしていくと。こんな感じですね。
マジっすか。超スーパーオーバーヒートしてるね。うん、ダメだな俺登れない。ちょっと俺途中離脱で。離脱しようにもなっていや海行ってこの間こういう状態だったんですよ。うわーと煙出てんなと思ってここ、うん、のあのなんだっけカムスプロケットの真ん中に入ってるそのガイドのとこから出てますので、ね、こいつは緩んでるわけじゃないのかな。ここあ、ほんとだほんとだ。あーサイドこれカバーがもうほらあー溶けちゃってましたね。熱で溶けて落ちましたよ。でもいいんじゃないですかそれ。いやこれ熱で溶けるとよっぽどじゃないか。そうですね。だって普通のノーマルな部品が熱で溶けるなんてさ。はい。どう考えてもおかしいよね。すごいですよ。完全に溶け。はい、はい、初めて見ました。おかしいっすよこれ。オイル入ってますよね。いやさっき見た時は遠までは入ってたけど。入ってました。うん。だけどこれ下のガードっていらないでしょ。俺ついてないですよ。うん。これ熱が尋常じゃないんだよね。走ってて。そうですよね。オイルが立つ持ってるの。あ、本当だ。ガス。オイル買って足した方がいいのかな。そうなのかもしれないですね。もしかしたら。なんですかね。オイルもっと加熱すればいいのかな。それはなんかありそうですよね。普通に街中走る分には普通に走るんだろうな。友達のカブがちょっとトラブルを起こしておりますが大丈夫でしょうか。原因がよくわからない。とにかく力が出ない。熱がすごい。水みたいだな。水みたいですよね。なんだろう、熱がすごいですよ。熱くてじゃないですか。もともと柔らかい G1 柔らかいですもんね。そうなんだ。はい、走ってみないと何とも言えないです。そこなんす。え、そこ。混んでるかな。すっかり今時のおしゃれなキャッフェで巡るのだけど、まさか最高のとこ来たね。僕は大好きなんですここ。ほぼほぼ国道とは帰った方がいいんじゃないですか。うん、といやでも上りでも俺も別にその全開しなければさ、うん、走るよきっと。下手な道帰ったら面白くねえからやっぱ一回いや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 面白い道帰った方がいいんじゃないですか。でも今本当この辺走る分には全然出なくなりましたね。普通の状態ですよ、ね、うん、普通の状態だから普通には走るんですよ。ただ全開しなきゃいいだけだね。攻めちゃダメですね、うん。これでなと思ったらちょっと待っててくれれば。待ってなくてもいいけど。うまい。食べてないよ。うまい。メーカーが入った。
いやー気持ちいいかも。わかんないですね。あっちの看板の前とかで撮ればいいんじゃないですか。はい。乗り入れ禁止。